正倉院文書。正倉院文書は、奈良県の東大寺正倉院宝庫、中倉に保管されてきた文書群である。文書の数は一万数千点とされる。正倉院中倉には、東大寺社教書が作成した文書群が保管されていた。この社経書文書を、協議の正倉院文書と呼ぶ。今日に残る奈良時代の古文書のほとんどを占めている。支配文書に戸籍など、 当時の社会を知る資料を含み、古代史の研究に欠かせない資料群として重要視されている。焦燥院には、中倉の社経書文書のほかに、北倉文書などがあり、これらを含めて、抗議の焦燥院文書と呼ぶことがある。以下、社経書文書を中心に説明する。東大寺社経書は、広后宮職、蔵東大寺氏の下職である。元は、 藤原光明子の私的な機関であったが、聖武天皇の皇后となって、皇后宮職の下に置かれ、後に、作り、東大実施の下に置かれた。元坊が唐から持ち帰った経典をもとに七百三十六年、天平八年から一切今日の書写をはじめ、この写経事業は七百五十六年頃まで続いた。皇明皇后が百四十年、天平十二年五月一日に願文を記したため、 5月1日行と呼ぶ。社教書文書は、天平記を含む発生域の、約50年間、727年から776年、人記4年法記7年に、東大寺社教書で作成された、帳簿類である。この中には5月1日行に関する資料も多い。当時、紙は貴重品で、不要となった文書の裏面を帳簿に再利用していた。 社協書文書の支配文書の中には、戸籍や経庁、小税庁などの公文書が含まれていた。帳簿類が小僧院中倉に収められた経緯は分かっていない。律令成果で中央の官庁が作成した文書や、諸国からの報告書を律令公文と呼ぶ。これらのほとんどは短期間、戸籍の保存期間は比較的長く30年で廃棄されていた。廃棄文書の一部が、 偶然東大寺社教書の帳簿として再利用され、焦僧院に収められたことにより、奈良時代の戸籍、小税帳などの貴重な資料が今日まで残ることになった。最も古い戸籍として、大法令による大法2年、702年のものが現存している。長い間、社教書文書の存在は知られずにいたが、江戸時代後期、 1833年から1836年、天保4年から7年に中倉が開封された時、ホイタタダとも平田厚種に学んだ国学者によって、まず支配にある律令公文が注目された。ホイダは元の戸籍、小税庁などの状態を復元すべく一部の文章を抜け出して整理し、45巻、聖宗にまとめた。聖宗は、 平風後も爆料できるように田むけ山八幡宮前のあぜ倉に収納されることになった。また、聖衆は、写本として流布した。ホイダの整理により、文書の存在が世に知られるようになった一方、写教書文書としては断片化されてしまう短所ともなった。明治時代以降も区内省などによって、文書の整理が続けられ、1904年までに、聖衆45巻、俗おさむ50巻、 続修五集四十三巻、続修別集五十巻、続俗衆四百四十巻二冊、人海文書三十九巻三冊に編集された。続修正総院文書は千八百八十五年、明治十八年、あり災書として刊行された。詳総院文書のほぼ全貌が活字化されたのは、資料編三書による、第二本古文書、変年文書、二十五巻、 1901年から1940年である。ただし一部の断片、その後発見された断片などは収録されていない。ネイラク遺文にも主要な文書が収録されている。第2本古文書編年文書25巻の第7巻追加以降では元の社経書文書の状態に近づけるよう編集されているが不十分な点も多かった。建築士や 福山敏夫は、第日本古文書に収められた石山寺や、北ッ寺関係の資料に注目し、作創していた、社教書文書の復元考察を行った。福山の研究によって、北ッ寺近道の建設、759から760年、や石山寺の整備、761から762年、における、諸経費や資材の調達、 従事した職人の数など、造営の過程が浮かび上がった。なお、社経書文書に石山寺や、北家寺の資料が含まれる理由としては、蔵答大寺市社経書及び作り石山寺書、北家寺作り近藤書などの別当を務めた、安という足あるいはその周辺の人物の存在が考えられている。以上のように、律令公文を中心に研究が始まり、 ついで寺院造営関係の文書が注目されてきたが、これらは膨大な文書の一部である。1980年代以降、社教書の事業自体の研究や、社教書文書の復元などが進められている。資料編纂書では、原型復元の成果として、小僧院文書目録、1987年代を刊行している。他にも、小僧院文書研究、 吉川博文館をはじめ多くの研究がある。焦燥院文書の原本は非公開であるが、例年、焦燥院の幕僚に合わせて、秋の焦燥院展奈良国立博物館において数点が公開される。焦燥院事務所により、写真版の焦燥院古文書営員修正が刊行されている。この他にも保護文書などがある。これらを含めて、 公議の焦燥院文書と呼ぶことがある。また、江戸時代後期以来の社教書文書の整理の過程で、一部の文書が外部に流出した。判明しているものは、焦燥院文書周囲、国立歴史民俗博物館、1992年にまとめられている。焦燥院文書と同時代の文字資料として、当時文書の一部、幸福寺文書の数点や金石風味のほか、 遺跡から発掘される漆紙文書、木簡、牧書土器等がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。